ありがとうございます。今日はこのチー牛ポケモンの、じゃあ闘牛ポケモンのちょバッフロンを使ってくんだけど、まあ、バッフロンの種族値についてちょっとまずお話ししとこうと思います。耐久が、まあ、HP95、B95、D95 と比較的高めのラインに設定されており、攻撃種族値も110と、まあ、そこそこ高い数値をね誇っております。反面素早さが55とめちゃくちゃ低く、まあ、分かりやすく言うと、まあ、重火力アタッカーみたいな、まあ、そういう印象を受けるポケモンではありますが、まあ、こいつ全部で特性を3つ持っておりまして、まあ、特性が全部強いんですよね。バッフロンの、まあ、自慢の技であるアフロブレイク、ここら辺の技の火力を底上げする特性捨て身、あと、まあ、ハイパーボイスとかね、ホエールとかそこら辺を封じ込めれる特性防音で、もう一つがこれ装飾っていう特性なんですけど、まあ、バッフロンをねちょわざわざ装飾で使ってるやついないんで、まあ、おそらく今環境使用率ランキングの中でもトップ10以内に入ってきてるゴリランダをこの牛でかもれるんじゃないかってことで、バチンキーが住みやすいね世界を作るために、この闘牛でこの世にはびこるゴリラをすべて駆逐していこうと思います。寝すぎてめっちゃ頭の中ふわふわしてるけど対戦していこうと思います。相手のパーティーアメパ、まあ、ニョロトノプラスキングドラのアメプラス、まあ、トリックルームの可能性がねありますね。ポリゴン2でトリックルーム貼って、まあ、ジバコイルとかヤドランで詰めてくるみたいな、まあ、こっちは初手投げするポケモン決めるだけでいいんで、まあ、ボンバーマンから入って、まあ、裏ルカリオバチンキーでいいと思いますね。ゴリランダー出してきてほしいな。ちょ、ゴリランダー来い。ゴリランダーを、バッフロンでボコボコにする。それが今日の動画の最大目標だから。相手バチンキーかよ。わらわらわら。ゴリランダーの方が強えよみたいな感じで、ゴリラ投げてこい。相手のトレーナーカード、手にめっちゃタトゥー入れてるけど、大丈夫。手にだけめっちゃタトゥー入れてたけど。ゴリラ狩りの闘牛の力をね、見せてやりますよ。まあ、ゴリランダーはね、サイヤ人これ何あ、そういうことね。ゴリランダーの色違いは、まあ、通常色に比べて黄色いから、まあ、サイヤ人つったら金髪なんで、まあ、そういうことでこのニックネームが付けられてると思うんだけど、まあ、これ出し勝ち。ね、バッフロンの装飾ってね、読まれないと思うんだよね。バッフロンは捨て身の方が絶対強いんで、そう、特性としてはね、装飾なんて誰も警戒してこないと思うんで、ここはぶちかませますね。相手大魔してこない、まあ、ゴリランダー側が巨大マックス個体だった場合、装飾を無視して攻撃できるっていう、なんだっけ、ゴリレンダだっけ、なんか大マックス技あるんだけど、まあ、このタイミングは多分、大マックス切るのもったいないと思うんで、やってこないと思うんで、ボンバーマンから大マックスして、寝すぎて、睡眠取りすぎて、マジ頭がめっちゃふわふわしてる。ふぃー気持ちいい。装飾でこれ A 上がります。いや、これはもう読まれないんで、相手が知らないとかじゃなくて読まれないから。で、そのままダイアタックで A 上がったから、まあ、一撃でぶっ飛ばせるかどうかは怪しいけど飛ばせた。これ急所ワンチャン有効の可能性があるけど、まあまあまあそれは置いといて、なんかポケモンが発売してからずっとゲームやったんで、まあ、睡眠時間減ってたんですよね、平均的に見たら。で、昨日久々にベッドの上で寝たら、いや、最近僕ずっと床で寝てたんで、ずっとここ1週間ポケモンでやりすぎて床で寝てたんだけど、まあ、昨日久々にベッドで寝たら気持ちよすぎて24時間寝てましたね。まあ、24時間も寝てたら、なんか寝すぎて頭のふわふわ感が尋常じゃないことになってて、まあ、寝てる間になんか盛られたかなみたいな勘違いするくらいには、頭の中ふわふわしてたんだけど、これグドラから入ってきたけど、グドラ HP マックスのバッフロンを一撃で落とせる技ないと思ってるんだけど、あー大魔してきた。まあ、グドラとかも、まあ、今まではその、まあ、相手のパーティーに入ってるニョロトノとかと組み合わせないと最大限力発揮できなかったけど、大マックスでその大ストリーム打つことで、まあ、自分自身で雨降らせるようになったから、まあ、必ずしもニョロトノと組み合わせなければ使えないっていうか、まあ、むしろピン雨みたいな感じでグドラだけ突き刺すみたいな立ち回りもできるようになったから。あー大ドラグーンから入ってくる。これさ、あれ思ってより入ったな大ドラグーン。でグドラってなんか C80 だっけ85だっけ、まあ、ぐらいしかないから、まあ、そんなパワーないはずなんだけど、なんか思ったより入ったなと思ったら命の弾を持ってた。で、これは、まあ、いや、グラスフィールドあるから無理だな。グラスフィールドあるから、まあ、次倒せないですね、相手のグドラ。てか、相手のグドラに大オールがあると、まあ、ここ大マターン枯らされてちょっときついことになるっていう、持ってましたね。で、これでこっちの闘牛の大マターンが解けるから、大ストリームとかで切り返しに来るみたいな動きですかね。だから、まあ、寝るっつっても、なんか12時間ぐらい睡眠、
撮ってると起きようと思えばそこで起きれるんだけど、まあ、12時間も寝てるとなんかこのまま目を開けて現実に絶望するのが嫌な俺 VS、早く起きて、やらなければいけないことを処理しに行きたい俺 VS 夢の中で暴れてるダークライのバトルが勃発するんですけど、まあ、今回はあの現実世界に絶望したくない俺が勝ってしまったがゆえに、まあ、24時間も寝てしまったと。でここは大ストリームなんで、ここでバチンキーで相手のミスアサをしっかり受けてって、で相手のちょ聞きすぎお前結構聞いたな。雨降ってないし、雨降ってなかったんで、まあ、4分の1ぐらいでダメージ抑えれるかなと思ったんだけど、奇跡バチンキーなんで、なんか思ったより入ってちょっとビビってるんだけど、まあ、グラスフィールドでしっかり回復して、まあ、ただグラスフィールドが、まあ、残り1ターンなんだよね。グラススライダーで相手のキングドラ倒せないから、そうっすね、ここグラスフィールド切れるの分かってるけど、アメターン枯らしに行きたいんで、まあ、一回守りますか。バチンキーもそのフィールドの回復込みで、まあ、うまいこと体力管理できるんで、まあ、来シーズンその雨が増えるんだったら、まあ、バチンキーの活躍の機会も結構増えるかもしれない。あと、まあ、ラッキーとかポリゴン2が増えるって言われてるんだけど、まあ、今これ守るで使ってるけど、叩き落とすとかをね、どっかにねじ込むことにより、まあ、進化の奇跡ポケモン、ちょっとね、暴風はやばいって。暴風、あ、グドラってあれか。なんか言ってたな。ポケモン剣盾から暴風っていう新技を入手したっていう。暴風やばくないこれ。雨なんで暴風必中だし、相手命の玉だから、耐えるかなこれ。いや、死んだら結構やばいよ。いや、取っといた方がいいか。耐えそうな雰囲気あるけどな。グドラさっきも言ったけど、危な守るから入っておいてよかった。おお、ちょ、お前猿お前ここ自滅したらやばいよ。ちょ、猿ちょ、動け危ねえ。これ自滅したら、普通にグドラにボコボコンされてたんだけど。いや、ここのトンボはでかい。バッフロンから入ってもハイドロポンプでぶっ飛ばされるだけなんで、ここはタスキールカリオで無理やり展開しに行くんですが、まあ、相手グドラ投げてきてるってことは、まあ、裏なぁ。ニョロトノかなぁと思ってるんだけど、これヤドランだと、あ、ヤドランか。ヤドランか。あ、色違いヤドランかわいい。色エッチいしね。で、新速し、米パンじゃ倒せないですね。まあ、米パンじゃ倒せないけど、米パン2発で倒せるし、まあ、こっちタスキ持ってるんで、相手のヤドランとの対マンは、こういうルカリオ側が有利なんだけど、ヤドランが特製クイックドローで先制を取ってきたりしなければ。はい、出た。これどっち、まあ、爪ヤドラン。400% 型じゃん、相手。400% 先制取れる型ヤドランじゃん。いや、これ負けますね。いや、無理だな。これ対マン負けるんだけど。引いた方がいいか。米パンで倒せそうだけど、ルカリオ神速あるから、グドラ相手にまだ生かしとく価値あるんだよな。いや、でも引いたところで相手のヤドランが一生先制取り続ける。うわ、もう 400% 型強いって。400% 型ヤドランやばいってマジで。ルカリオ死んだ。これフリータイムマジひっくり返してくるからな。バチンキーから入ったところで、あいつ草技半減なんでちょっときついんで、ボンバーマンから入って、あ、これさすがにヤドランの攻撃、先制取られたとしても耐えると思うんだけど、また先制取ってきたんだけど。いや、これさすがに耐える、さすがに耐える。バッフロン特防種族値95で結構あるんで、オッケーオッケーオッケーで、うっぷんばらしで、これ新技ですね。まあ、新技だけど、まあ、この対面ではただの威力75の悪技しかなにしかならないっていう。で、相手のラス1がグドラなんだけど、グドラをグラススライダーで倒せるかどうか。いや、さすがにいけるか。相手ここをグドラで、まあ、弾なんですよ。まあ、命の弾だったんで、まあ、弾ダメが入れば、バチンキーごときのグラススライダーでも、あの HP のキングドラ、絶対飛ばせると思うんで。まあ、来シーズンもね、ゴリランダは結構数いると思うんだよね。まあ、シンプルにその、グラススライダーのパワーが高いし、タスキ型のゴリランダーとかだったら選出しても腐らないことが、まあ、多いんで、ダイジェット環境でもタスキゴリランダだったら生きていけるんで、まあ、結構数は多いと思ってて、まあ、そこに対して、まあ、このゴリラ狩りの闘牛バッフロンは、まあ、結構強く出れるんで、まあ、
てかまあどうだろうな、装飾より捨て身の方が強い説はあるけど、バフロン好きな人いるかわかんないけど、まあ、バチンキよりは環境で戦っていけるスペック持ってると思いますね。あんま好きな人いなさそうだけどな。一番好きなポケモンバフロンですっていう人、まあ、いるんかな。でもナットレとかよりは好きな人多そうな気はする。対戦ありがとうございました。まあ、最後は美味しいところをこの猿が持ってってね。あざっす。はい、引き続き対戦していこうと思います。ゴリランダ来ちゃー。まあ、ゴリランダ、今のポケモンホームのポケモン採用率ランキングを見ても、まあ、1位がぶっちぎりのエースバーンなんだけど、ゴリランダ、その10位以内には入ってるんだよね。10位とか9位ぐらいの、まあ、使用率があるぐらい使用率高いポケモンなんだけど、出してきてほしいな。こっちあえてポケモンを3匹にすることで、まあ、3匹にすると、まあ、ルカリオ、バチンキ、バッフロンっていう選出になるのは、相手から目に見えるじゃないですか。バチンキ？ゴリランダーのが強えだろみたいな感じでゴリランダー絶対に選出してくれるんで、これ戦術的、3匹パーティーにしてます。はい、ということで対戦よろしくお願いします。まあ今作の御三家もね、エースバーンゴリランダーが使用率高くて、まあ、いつものごとくポケモン公式が御三家内に格差作ってるんだけど、まあ、インテレオン知らない子ですね。で、まあ、他の歴代シリーズをたどると、まあ、あれですね、一個前、サンムーン、マシネーヌ、ガオガエン、ジュナイパーっていう、マシネーヌとガオガエンはめちゃくちゃ強くて、まあ今の対戦環境でもね、まあ結構採用率上の方のポケモンなんだけど、まあジュナイパーは全然未来ですからね。ペンドラー VS ボンバーマンは、出し勝ちなのか出し負けなのかよくわからんな。一回剣の前から入っていいんかな。なんか相手がさ、バッフロンを受けに来るんだったらポリゴン2とかに引いてくる可能性あるし、バッフロン結構耐久高いんで、ペンドラーごときの、ペンドラってダイマすんの？相手のパーティーリザードンいたからさ、ペンドラがダイマックスすることないかなと思って、ダイマーしたんだけど、まあ、他の御三家の例を見ると、まあ、第三世代とかもね、そういうのが顕著に現れてますよね。キモリアチャも、水ゴロ、まあ、ラグラージュとバシャーモはね、結構強いんですけど、まあ、樹海院はあんま使われてなかったと。まあ、メガ樹海院はなんか好んで使ってる人何人かいたイメージですけど、ダイラックルやばくないっすか？これ、ダイラックル2連で倒されるんだけど。バカ力をこれダイラックルにしてるのか。剣舞とかする余裕なかったわ。めちゃくちゃ悠長なことしたけど。ペンドラーの種族値知らないんだけど、なんか素早さ種族値が確かね、112か113なんだよね。まあ、それは覚えてて、こいつのなんか他の耐久ラインとかがよくわかんないんだけど、剣舞でダイアタックで相手のペンドラー飛ばせるんかな。まあ、飛ばせないにしても、ルカリオの神速圏内に入れれなかったら、敗北が決定するんだけど、いや本当はなー、これ闘牛でゴリランダーしばきたかったんだけど、もしかすると11交換になる可能性ありますね、これペンドラーと。まあ、それは置いといて、まあ、御三家の話したんだけど、まあ、御三家全部が不遇な世代もあって、まあ、2世代ですね、チコリータ、日の嵐、ワニの子、まあ、これは進化系のポケモンは、まあ、環境でも使われてたことをほとんど見ないし、あと第5世代ですね、ブラックホワイト。あ、ブラックホワイトあれか。ツタージャ、ポカブ、ミジュマルだけど、まあ、ツタージャの最終進化系であるジャローダは特性アマノジャクが強くて結構使われてたから、まあ、ガチで使われてないの第2世代ぐらいだな。この急所が有効だったのか、不要急所だったのかちょっとよくわからんけど、まあ、相手のペンドラ倒して、ちょっと来い、ゴリランダ。グラススライダー撃ちに来い。ゴリラ来い、ゴリラ。ゴリラ。この HP のバッフロンだったらグラススライダーで倒せると思って、来い、ゴリラ。俺はお前を待ってるぞ。ポリゴン2か。まあ、ポリ2は言うてみたいなとこあるけど、研磨一回積んでるんで、まあ結構押せると思うけどね。ワンキルできないにしても、まあ再生が追いつかないぐらいの削りはいけると思うんで、まあ、バッフロン剣の前使えるんで、まあ、ポリゴン2プラスなんかみたいな並びには結構強く出れる可能性があるね。まあ、相手の裏にアーマーガーとか、まあ、エアームド、ポリゴン2と一緒に組ませやすいポケモンに、まあそこら辺の鋼飛行タイプのポケモンの物理受けがいるんだけど、まあ、そこら辺はちょっと技構成的に突破できないんで厳しいけど。トラータで倒してくる。もういけそうだけどな。バッフロンで結構持ってけたんで。まあ、てかポリゴン2がね、環境に増えるのはね、個人的にはちょっと嬉しいんだよね。まあ、理由がルカリオ、ポリゴン2環境が来るってことは、まあ、ルカリオ環境が来るってことなんで、格闘タイプの評価が相対的に上がるってことだから、まあ、そういう意味では、まあ、楽しみではあるんだよね。この、オマールをこのぐちゃぐちゃにする瞬間ね。まあ、ポリゴン2って HP マックスあったらルカリオのインファイト余裕で耐えてくるから、対面有利か不利かは、わかんないんだけど、ちょっと微妙なところがあるんだけど、まあ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 。で、相手のラス位置が何かだけど、なんだろう、ウオドラゴンとかだったら、リザードンちょっとやばくないか。
あれってか、リザードンいないと思ったんだけど。ペンドラ、大魔させてきてたから、リザいないと思ったんだけど。ちょっとこれやばくない？リザードン。まあ、とりあえずインファイト。インファイトの威力120で、嘘。インファイトの威力が180の、タイプピッチ180の半減で90に対し、神速が、まあ、80なんで、インファの方が威力10高いんで、半減つってもね。まあ、ここはインファ打つんですけど、こうしたらこれは耐える。てか、相手のリザードン、最速じゃないですね。火力重視の控えめ型とかから。これさ、相手のリザードンもさ、猛火圏内に入れたくないんだよね。パチンキーか猛火火炎放射で死ぬから。これだから相手のリザードンの HP を削りすぎない戦略的神速が正解だと思ってるんだけど、どうですか？まあ、神速で猛火圏内に入れないように削って、バチンキーの宿りプラス、待って、これ猛火圏内入ったって絶対、やばいって。これ絶対入ったって猛火圏内。いや、しかも相手のリザードンの持ち物がわかんなくて、まあ、こだわりスカーフじゃないんだよね。で、命の玉とかでもないから、こだわりメガネとかだったら、猛火メガネ火炎放射でバチンキー飛ぶんだけど、まあ、そもそもこのバチンキーが猛火火炎放射を耐えるのかどうかすら怪しい。かといってグラススライダーをリザードン、草技4分の1のポケモンに対して撃ったところで倒せるとは思えない。まあ、つまり宿り木の種から入るしかないんだけど、いや、ワンチャンなんか、まあ、大文字とかオーバーヒート撃ってきてくれて、かわすみたいな展開はありえない。ちょ、耐えろ猿、気合見せろ。いや、気合見せた。気合見せていく。これ勝ったんじゃないか。宿り木入れる。相手のリザードンが回復木の実とかじゃなかったら、まあ、いける。宿り木で相手のリザードンの HP 削って、そう、今はね、守る型で最近使ってるんだけど、宿り木守る型で。畑よりね、宿り木守る型の方が、バチンキー単体としての性能は結構高くなるね。その守る宿り木で相手の HP 削っていって、グラススライダー圏内に入れるみたいな動きが、まあ、結構強いんで、シンプルかつ強いから、様々なバチンキの型を研究してきて、たどり着いた結論。でもさすがに倒せるよな。結構 HP 削ったし、相手のリザードンがグラススライダー4分の1とは言え、倒せると思うんだけど。いや、いけるいけるいける。いや、これ倒せなかったらもうさすがに、解雇だ。バチンキのこの腕についてる、緑色の輪っか引きちぎるわ。ドーナツみたいなやつ。シェイシェイ！オッケー、ということで、なんか、バフロンの動画にするつもりだったけど、気づいたら最後バチンキーが、こいつがまた張り切って締めてたけど、まあ、いつものことっていうことで。ということで動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ありがとうございました。シャッシャッシャイ！